35歳からのビムシム、ビムシムレッスン TV オンライン特別企画番外編実践編にオートキャドマスターへの道。ビムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。おかげさまでたくさんの皆様にチャンネル登録いただいております。ありがとうございます。2020年の8月よりビムシムを使いこなすことに的を絞ると称してお届けをしていますが、2020年の11月、12月に関しては特にオートキャドを中心にお話をしていっています。こんなご質問がありました。画素ごとに書かれていないデータの一部を印刷したくないですね。このデータの一部を印刷したくないっていうところなので、画素に分けてその画素を非表示にするという方法が一つ。もう一つは以前ですね、動画でもやりましたが、ワープアウトって言ってこう紙をかけてしまって印刷を見えなくする、印刷時には見えなくするっていう方法もあります。いろいろな方法があるので、一番そうですね、その書かれていないデータの一部っていうところなので、時間がなければワープアウトっていう形もありますでしょうし、レイアウトでその部分以外を表記をさせるという方法もあるかと思います。なので、実際にその状態になった後にどういうふうに使いたいかですね、すぐもう時間がないのか、それとも時間があるのかっていうところで分けていただければと思っています。無料のオープンチャットを始めました。よろしければご参加ください。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。